みんな来ますわ。この地に生息するブランドの親玉なのか。いいえ、ウロボロス同様変異氷魔のようです。変異氷魔、おそらく異形の宝珠による悪影響こと。ナイトアーサー、エキドナも持ってたやつか。気を引き締めてかかるぞ。終われない、おとなしく眠ってくれ。終われない、終われない、おお、まだ終われない、おお、おお、これでマーリンドの加護が。見えてないんじゃない、目。やはり十字契約の反動が。いや、俺がぼーっとしてたから。下手したら死んでたわ、アリーシャもミクリオも。僕はいい、アリーシャのために黙ってたんだ。スレイは。そうだと思います。ですが限界でしょ。わかった。スレイ。アリーシャ、よかった。大丈夫だ、私なら。ロハンさんの領域展開できたようですわね。一件落着、帰りましょう。ルーカスたちの様子も気になるしね。いいか。すまない。苦戦でしたね。体力を回復しましょう。
ルーカスに木立の傭兵団か。変わった連中だな。あんなつながりもあるんだな。一応筋は通ってるし、あいつらの理屈だけど。彼らのように信じる者に自分のありようを委ねる人間はむしろ純粋なんですわ。確かに汚れは感じなかったね。つまり汚れとは単純な善悪ではないと。悪人でも、いや、悪人だからこそ汚れないこともあり得るわけか。はあ、汚れって難しすぎだね。そんな風に悩めるスレイさんの心が大切なんですよ。私もそう思うよ、スレイ。純粋というより単純なだけな気もするけど。否定はできないね。ああ、ますます難しい。武具屋での融合は戦力を整えるのにかなり有効だな。はい、人間の中にも神器をはじめとした装備品の秘められた能力を引き出す術があるのですね。いらない装備もとりあえず融合してみたら役に立つようになることもあるみたいだしね。私も多少のたしなみはあるんですのよ。昔の勘を取り戻すには時間がかかるかもしれませんが。へえ、俺にもできるかな。資質がない方は頭の後ろのあたりの神経っぽい感じのものが切れる感じが耐えられない感じかと。へえ。
う、ボシ。町の治安を見ての通りだ。さすがだね、助かったよ。そっちの趣味は？なんとかなったよ。そりゃよかったな。じゃ、俺たちはそろそろ出ていくぜ。警備隊も活動を再開したし、別の依頼も入ったんだな。私たちも宿で一休みしましょう。うん。